その壁どうやったらクリアできるんだろうって不安がすごくて、書くんですけど全然評価されなかったり、なんかそういう自分もどんどん嫌いになっていくし、何やってんだろうみたいな 作品ではあるけど、あくまでも受験に勝つためのものだから、いや、なんかあんまり嫌なことがあると忘れるんじゃないですか。本当話したくないぐらいまで行くこともあったけど、落ちたら悔しがれたらいいなってすごい思って、やれるだけやりたいな。自分をそのままなんか出して人になんか見てもらえる、絶対受かりたいなって思います。楽しいってなっちゃったんですよ。なんか自分の好きが認められた感じがしてちょっと嬉しかった。あ、これがやりたいって、やってやろうって思っちゃいます。